In November of 2021, I put out a short video about the legendary Tengai Makyo role-playing games on the PC Engine, requested by my good friend Johnny Millennium the Happy Console Gamer, which he hosted on his channel. By seemingly pure chance, Mr. Yoshiteru Tsujino, Tengai Makyo series character and art designer, saw that video and seemed to enjoy it. I took that as an opportunity to thank him for viewing it and for his fantastic work on Tengai Makyo, and also to see if there was a chance he might allow me to interview him for future video projects, and just out of my own selfish curiosity too, of course. To my surprise, he graciously accepted, and on January 3rd, 2022, I met with him in Tokyo for the following interview. Please tell us your name, occupation, and role with the Tengai Makyo series. Tsujino Yoshiteru desu. Matango nao, Tsujino Torajiro to iimashite. このトラジロっていうのは、レッドカンパニーのヒロヨウジが勝手につけた絵師としての名前でございます。私が勝手につけたわけではございませんということを一言言っておきます。で、職業というのは、まあ、さっきも言いましたが、ヒロヨウジが絵師というような職業をつけたんで、まあ、絵師ということでよろしくお願いします。で、天外魔教における役割なんですけど、キャラクターデザインと作品全体のコンセプトを、目に映るものを、どういう形にするかみたいなコンセプトデザインをやっておりました。What are your personal thoughts and feelings about Tengai Makyo? そうですね、これ全部が初めてのことなんで、ゲームで声が出るとか、映像がちょっとアニメ的な映像が出るとか、ビジュアル系のロールプレイングとかいう初めてのことだらけなんで、誰もやったことないものをみんなで、ああでもないこうでもないっていう苦労して作り出したっていう、そういう初めてのことをみんなでやった思い出がありますね。 How did you initially become involved with the project?もともとアニメーターだったんですよ、僕は。で、そこで、海外との合作のテレビシリーズのアニメをずっと書いてまして、で、仲間で、自分たちの本当にやりたいアニメはこうじゃないよねって話をして、で、友達を集めて企画書を立てたんですね。日本を舞台にした、ファンタジー映画をちょっとみんなで作りたいなという。そうしてその企画書を、僕がいたテレコムアニメーションフィルムの親会社である東京ムービー新社、今のトムスさんにの企画室に友達がいたんで、そこに持ち込んで、アニメ企画として回ってもらってたんですよ。そして彼が、たまたまハドソンさんが新しいゲーム作るのにちょっと東京ムービー新社さんも関わらないかみたいな形で企画会議に出てまして、そこにレッドカンパニーのヒロヨウジというのもいまして、そこで僕たちが作ってたアニメ映画の作品の絵と出会って、今回ハドソンで作る CD ロムのゲームにこのキャラ使おうぜみたいな話になっちゃって、それで巻き込まれたという形ですね。そもそもはアニメーション作るために作ってた企画書だったんですけど、まあそれが、そのアイデアがちょっとゲームの方に移ったという形ですね。Who were the key players of the game's development? まあビジネス的に、な話はちょっとわかんないですけど、僕の目から見た天外魔教というタイトルに対しての立役者はやっぱりヒロイ王子ですね。ヒロイさんがレッドカンパニー内で、最初は天外魔教というのはアニメ、テレビアニメかなんかの企画でヒロイ王子が考え、ヒロイ王子と、足立ヒロシというレッドカンパニーの二人が考えたものでして、ヒロイ王子がなんか外国人から見た、間違った日本を舞台にしたジパングを舞台にした、冒険活劇をやりたい、ファンタジーをやりたいっていうのを受けて足立博士が設定とかストーリーを考えたっていうのが
あれですね、最初ですね。それと、ハドソンさんのゲームとが結びついて、テレビゲームで考えてた企画をゲームに持ってきたという、そういうことでございます。Please describe the character design process with this game and or in general. キャラクターデザインはですね、さっきも言ったみたいに、友達とアニメスタジオにいた友達なんかと一緒に作った、企画書がありまして、ちょっと今日持ってきたんですけどね。ですね、ちゃんと映ればいいけど、こういうのがあるんですね。これのね、企画書に書いた主人公なんですけど、まあ、いろんな絵あるんですけどね。バラバラと。この主人公の絵を拾い王子がちょっと気に入って、これを、今回の天外魔境の主人公であるジライアにしたいということで、それ、最初の主人公は、ジライア自体は、これで決まりましたね。で、あとはね、ストーリーを考えてる足立博さんと、いろいろ打ち合わせしたりしながらイメージ聞いて、綱手とオロチマルはまとめていきました。その後はですね、ヒロヨウジに言われて、これも資料を持ってきたんですけど、まだストーリーが全然ちゃんと決まってない段階で、キャラクターを100体ぐらい書いてくんないって言われて、何にもない状態で、キャラクターをちょっとバラバラと、書いたんですよ、こうやって。そっから足立さんが自分が作り出す物語に、このキャラクター、このキャラならこの絵かなというような形で当てはめたりしながら、それにないやつは新たに足立さんと打ち合わせをして作っていきました。How closely were you involved in the development of the game with Red Company? はい。当時僕はまだ、テレコムアニメーションフィルムという会社でアニメーターやってたんですけど、この企画のために、出向という形で、レッドカンパニーに行って、天外魔境の企画開発最初から関わったという形ですね。それからずっと、ある程度形が見えるまでレッドへ出向で行ってました。 Were you able to decide characters' names and personalities? 僕は決めてないですね。これは足立博さんが、決めましたね。で、後々そういう質問あるかもしれないですけど、足立さんなんかと一緒に作って、一旦ゲームとしての形にはなったんですけど、この形ではゲームとして売れないというか、これじゃダメだというふうな形、ことを言われまして、新たに増田昌司氏、天外魔境2の監督をした増田さんっていう方が呼び出されて、これをもっと分かりやすく売れる形のゲームとして、作り直してほしいという形で、いろいろ手直しされたんですね。そこで増田さんの方で作った名前なんかもあると思います。天外魔境 feels very much like an anime TV show or OVA at times. Was this the goal? そうですね。ヒロイ王子に言われたのは、まあ、映画を作ろうと。ゲームというメディアだけど、それで新しいゲームの、形を、これで作ろうではないかみたいなことを言われまして、映画を作るつもりで、参加しました。Did you encounter any difficulties in the character and art design process? ですね、ヒロイ王子が一番最初にこの作品は外国人から見た間違った日本を舞台にした作品だという、その言葉がね、結構僕にとっては魅力的で、今までそういう作品って
あまりなかったんで、あ、そりゃ面白いなと。そういうことで、外人から見た間違った日本、もうアジア全部ひっくるめたようなジパングという世界を作りたいなと。それでやったんですけどね、うまくいったかどうかという、ちょっとね、やりきれなかったんで、そこまでできなかったという後悔はありますね。Who is your favorite Tengai Makyo character? それはやっぱり一番最初に自分たちでアニメ作ろうとして作り出した、キャラクターを元に作ったジライヤですね。やっぱり思い入れがありますね。Do you have any fun or funny memories from when the game was being developed? 面白いかどうかわかんないですけど、苦労した思い出になりますが、さっきも見せたこう、3日ぐらいでね、100体ぐらいのキャラ書いてって言われてね、ストーリーも何も決まってないのに書けないじゃないですか、とか、まあその辺は、説明書きは俺が後で考えるよとか言われて、ヒロイ王子に無茶ぶりされて、ウィークリーマンションかなんかに缶詰になって書いたのが苦労した思い出ですね。忘れられない思い出でございます。How did you feel when the game was finally released?いろいろね、紆余曲折と言いますか、何度かね、完成しては違うバージョンにした方がいいんじゃないかって言って、また作り直して完成して、それでもまだダメで、増田昌司さんが、いろいろいじくって完成したという作品なんでね、ちょっと複雑な思いもありますけど、でも自分たちで苦労してやったものが、製品として世に出たっていうのがね、非常に嬉しかったですね。で、あと雑誌なんかにもいろいろね、登場して自分の絵なんかも出て、非常に嬉しかったですね、当時は。はい。あと、音楽がね、坂本龍一さんの音楽がもう感動的でしたね。あの曲が入って。What do you remember was the general reception of the game when it came out? ああ、みんな喜んでくれたみたいで、びっくりしたというか、今までのゲームとはまあ、見た目も全然違いますしね。で、喋りますからね、みんながね。あと、初めてね、ファンレターなりなんだりをその時もらって、ああ、こんなことがあるんだと、嬉しかったでございますね。はい。How do you feel the PC Engine CD-ROM-ROM and Super CD-ROM-ROM systems helped in bringing the world and characters of Tengai Makyo to life? 最初からね、CD-ROM-ROM でやるっていうのが前提でできた企画なんで、全員喋る、最初はね、全員喋る街中のちょっとした人も全員別々の顔がある。そして、敵が出てきたときはモーションをしてアニメーションで戦うというふうなことで始めて、絵も描いたんですけどね、結局うまくいかなかったというのがありますけど、最初の予定では本当にね、もっとすごいことを考えておりました。でもね、それでもまあ多少なりとも、まあ目的は果たせたかなと。まああれは CD ロムロムありきの作品なんで、はい。Is there something you wish you had done back then that you didn't? ですね、当時は本当に初めてのことなんで、シナリオ、一番最初にシナリオを書いたのが足立博さんで、足立さん自体がゲームのシナリオが初めてで、だからやり方がわかんないんですよね。で、試行錯誤してなんか練り上げて作ったんで、もう少しやり方が確立してればもうちょっと綺麗に思い通りなことができたなと。あと本当に外人から見た間違った日本、ジパングという世界観をもっときっちり作りたかったですね。Are there any specific examples of foreign misconceptions of Japan in the game that you enjoyed? 装飾なりなんなりが中国っぽかったり、
もうアジア全体をひっくるめて、外国の人は日本、ジパングという風な形で見るんじゃないかなということで、考えて、ちょっとデザインを起こしたりしたんですけどね。今日もちょっといろいろ持ってきたんですけどね、当時書いたやつとか。こういう仏像もね、なんか変だったりね。はい、こういう妙竹林な街とかね。で、アジアと言いつつ、どっか西洋が残って、感じられるものとかを作っていこうとしたんですけどね。What did you gain from your time and work on Tengai Makyo? そうですね。ものづくりに関して、仕事でアニメーションやってたんですけど、その時は原画マンで動かすことを、主にやってたんで、そういう仕事から、今度は物語を作っていくような仕事になって、みんなと一緒に物語を作れたという喜びと言いますか、最初の企画段階から関わって物をみんなと一緒に作っていくっていう、喜び、そして完成させた喜びみたいなのをいましたね。あと宣伝用にいろいろね、イラストとか描かなきゃいけなくて、今まではアニメーターなんで、そういうイラスト的な絵は描いてなかったんですよね。ましてや、僕がいた会社っていうのは動きが中心で、綺麗でかっこいい止めの絵とかは描かないような会社だったんで、そういうのは、仕事的にそういうかっこいい絵とか、止めの絵は描かなかったんですが、描かなきゃいけなくなりまして、そういうイラスト的な絵とか、小説の挿絵とか、そういう絵を描かせてもらって、その辺勉強になったかなという気がします。Please describe Jiraiya and the other heroes of Tengai Makyo 1 and 2. まあ、例えるなら、炎のように、熱い熱血感っていう感じですね。綱でなんかはあれね、お日様のようにニコニコ明るくて、でも、まあちょっと太陽が曇る時も あって、おセンチになるかなという、ちょっと可愛い、ほっとけないやんちゃな女の子みたいな感じですね。オロチマルはやっぱりクールなんだけど、まあ内面にいろいろ悩みを抱えてるような複雑なキャラクターかなという気持ちで書いてますね。マンジマルはですね、最初の設定ではガキ大将でやんちゃな子っていう設定だったんですけど、なんか話進めているうちにそういうキャラ付けが歌舞伎團十郎の方に行っちゃったんで、やってるうちにマンジマルって真面目な少年剣士に なってしまいましたね。あまりプレイヤーキャラなんで、あまり性格は持たせないようにしたかったみたいで、増田さんなんかが清く正しい少年剣士ですね、主人公という。で、次は歌舞伎は、そういう最初のマンジマルが持ってたやんちゃで暴れん坊的な、そういうのを全部持ち合わせた派手好き、女好き、賑やかしいキャラクターですね。だ、決めるときは真面目に決めると。で、極楽は唯一、大人ですね、このパーティーの中ではね。まあ、豪快で、まあ、ちっちゃいことでは、には、動じないような、まあ、まとめ役的な人かなという気しますけどね。でも、ちょっと、
そうでもないのかな、乱暴で。うん、まあいろいろあるでしょう。まあ絹ですね、絹は。まあ、儚げでいろいろ辛いものを内に秘めたキャラクターで、これは増田さんに言われたんですけど、絹は最後の、大団円というかな、最後のシーンまで笑顔は見せない子に演出してほしいと、絵柄的にもそういう風にしてほしいということで、ちょっと、いろんな辛いものを背負った少女。まあ最後のシーンで全部終わって、ようやく自分らしい明るい少女に戻るというような形で描きました。Do you have a favorite among the Tengai Makyo 2 cast? そうですね。各段階で苦労したのが、歌舞伎團十郎のデザインを決めるのが苦労しましたね。まあ、性格的には、天外魔境2のプログラマーの岩崎さんがモデルというふうになっておりますが、はい。まあ、大笑いするとことかね。まあ、いろいろでかいことを言うとことか。Please describe the villains of the two games, the Daimon Cult and the Root Clan. そもそもは、邪神祭というね、人物が、まあ、世界中回って魔術なり何なりを極めたいと、やって中東の方へ行って、悪魔なり何なりそういうのと出会って魔術を得るんですけど、そこで見入られるんですね。バールダイモンという。でもって、彼を引き連れて、ジパングを、当時のジパングというのは、昔いた鬼なり妖怪なりそういう人たちがいたジパングではないジパングになってて、後から入ってきた人間が支配している世界だったんですよね。そこを昔のようにそういう、昔にいたジパングにいた人たちの世界にしようと、バールダイモンの力を使ってと。そして日本を転覆して、自分たちの世界にしてやるぞというような人たちですね。根の一族もそんな感じですね。もともと根の一族っていうのもジパングにいて、それが虐げられてたが、一時戦争を起こしてやったもののまた地の底に追いやられたというか、それがまた戦争を起こして自分たちの世界にしてやるぞと、そういう風な一族ですね。Could you tell me about Yomi and Mari from Tengai Makyo 2? ですね、足立さんの最初の設定では、マリという存在いなかったんですね。で、根の一族と火の一族の戦いみたいな話だったんですけど、増田さんの方でお話を大きくして分かりやすくするような形で、マリというものを作ったと。What impact do you feel Tengai Makyo, especially Manji Maru, has had on role-playing games or video games in general? ビジュアルシーンを前面に押し出したゲームっていうことで、その後いろいろゲームにアニメシーンなり何なりがその後のゲームで出てきたと思います。結構Tengai Makyoの影響なんじゃないかなと。技術的にね、いろいろ、本当にフィルムで撮ったようなものがそのまま入るようにだんだんなってきたんでね。一番最初に、ヒロイや僕なんかが思い描いてたのが、そういうフィルムで撮ったやつがそのまま入るようなゲームだったんですけどね。ようやく技術的にそれが、うまくいくようになったなというふうな形ですよね、周り見てて。その後。Can you tell me anything about the work the developers of Momotaro Densetsu did on Tengai Makyo? 細かいことわかんないですけど、
ハドソンなんで、スタッフはかなり被ってますね。被ってるでしょう。うん、あと、天外魔境が、足立さんなんかとやってたやつが、ダメになって、手こ入れというんだな。もっと売れるような分かりやすいゲームにするっていう段階で、佐久間さんって、桃鉄とか、桃鉄やってた佐久間さんなんかの力を借りたりしてましたね。そんで、もってそこの佐久間さんのところでやってた増田さんにお声がかかってという流れですね。だから同じような人たちが関わってます。There are many scenes in the intro in Tengai Makyo Zaraya that don't appear anywhere in the game. Do you know why they were cut? スムーズにゲームが動くようにするためにメモリーを軽くしなきゃいけないとか、この締め切りがあってその期間内にまとめなきゃいけないっていうので、かなりカットされてますね、ジライアは。小説では、足立さんが、まあ、その辺を書いてると。How would you like to see a revival of the Tengai Makyo series handled? リブートとか、リメイクなりなんなりとか、もあるのかもしれないですけど、復活する選択肢の中に、まあ、それより、やっぱり新しい Tengai Makyoを作りたいなと、作ってほしいなと、それに関わりたいと思いますね。まあ、ちょっとやり残したこともいっぱいあるなという思いもあるんで、はい。新作を望みます。はい。Have you played and beaten all the games? 1,2,3 と、恋愛の第4はやりましたね、最後まで。それ、その他はね、途中で、挫折したり投げたりしてますね。あまり僕は関わってないやつもあるんでね。ゼロはキャラクターしかやってない。キャラクターとかその辺を見てた、監修とか、作ったり監修したりしてただけなんで、その辺は途中までしかやってないし、オリエンタルブルーもね、途中でどう進めばいいか分かんなくなっちゃって投げ出しましたね。あと、Xbox 版は、もう、ハード持ってないんでね、できなかったです。Which was your favorite? あ、2がね、一番楽しいというかな。うん。作る段階でもね、まあ最初からちゃんとしたストーリーもあって、どういう風に見せればいいかっていうようなことも、いろんな人と相談しながら作ったりもできたんで、作ってる段階からあれは、なかなかうまくいったかなというふうな気がしますね。やってても楽しかったですね。In 2017, you released your first art book, Chimerical Art Gallery, Tengai Garou. Many people, myself included, had hoped for such a book to come out much sooner. Why did you decide to finally release it in 2017? まあ、足立博史さんからお話がありまして、画集出さないかと。でもね、いや僕の最近の絵柄、流行りの絵柄じゃないから僕の画集なんか、そんな出してくれる出版社もないんじゃないとかいう話をしてたんですけどね。いやいや、そういう人もいるってというような話で。まあ、足立さんに口説かれて。まあ、レッドさんにある絵とかをかき集めて出したという形ですね。本来ならね、レッドカンパニーに所属している頃にそういうね、話があって出せればよかったんですけどね。そうしたらもっといろんな絵も出せたと思うんですけど。まあ、その辺は、まあ、上の人が決めることだったりもするんでよくわかんないです。What kind of projects have you worked on since Tengai Makyo? And are there any new projects you are working on now or may work on in the near future? Tengai 以外では、レッドカンパニー辞めてから、あれですね、ノスタルジオの風っていう、それ、
やつを、キャラクターデザインとかコンセプトデザインやりましたね。ノスタルジーはね、レッドカンパニーにいた頃から企画をみんなと一緒にやってたんですけどね。まあ、正式に動いたのはレッドカンパニーを辞めてからですね。それ以外では、ヒロイ王子と CG アニメの仕事をしばらくやっておりました。台湾の会社と、はい。で、たまにアニメの企画、あれですね、設定ちょこっとやったり、あとは、いろいろ企画書用の絵を、イメージボードを描いたりしております。まあ、今もちょっとアニメの新作アニメっていうかな、アニメの企画にちょっと関わっております。I heard that you had some role in Red Sakura War series as well. 桜大戦は、3ですかね。パリを舞台にしたやつで、サブキャラクターと敵のボスというかな、その辺をやりましたね。Did you do all of the anime character designs in Tengai Makyo? ジュライアの時は、そうですね、全部、ほぼ描きましたね、ほぼほぼ。少し手伝ってもらったやつもありますけどね、村人なりなんなりとか。I noticed there was a bit of a different look between the enemies in Zoraya and Manjimaru. Manjimaru の頃は、レッドカンパニーの、若い子たちに、ジライアで描いた敵のデザインを参考に新たに作ってもらってますね。雑魚キャラとかは。2022 marks the 30th anniversary of Tengai Makyo 2 Manjimaru. Are there any special plans to celebrate the anniversary?なんかイベントをやりたいなという気持ちはありますね。まあ、着々と密かに進めております。原画展とかそういうのをやってきたらいいなと。What message do you have for Tengai Makyo fans around the world? Tengai Makyo をゲームとしてしばらく新作が出てないという悲しい状況なんですが、諦めておりませんので、新しい展開とかを、まあゲームとして出すのが一番でしょうが、それ以外でも足立博さんも小説書いたりしてくれそうなんで、何らかの形になったものが見れると思います。そうなるように頑張っておりますんで、ちょっと期待して待っててください。よろしくお願いします。And that concludes the interview. Afterward, he showed me all of the artwork and documents he had with him and took some time to describe it all, and signed a lot of Tengai Makyo memorabilia that I brought along. We walked around Tokyo to talk and take some video of him in town, and we then made prayers at Masakado Kubizuka, a monument honoring a samurai who shares the name of Tengai Makyo Zoraya's ultimate villain. No doubt we both prayed for a new Tengai Makyo game to come out in the near future. After dinner, we said our goodbyes.Just a note about my translation, I'm no pro and I'm definitely not qualified for the job, but I did the best I could to put his words into English. Though of course I had to take a few liberties here and there, which is just the nature of translating, I guess. He was a complete gentleman in his answers, and if anything came across as less than that, then it's my fault. I want to sincerely thank Mr. Tsujino for his time and generosity, and for over 30 years of great art and creativity that captured the imagination and inspired so many people, within Japan and beyond.Of course, a big thank you goes to all the people who crafted such a wonderful series of games in Tengai Makyo. And I also must express gratitude to John for getting me to finally talk about Tengai Makyo, which I procrastinated about for years, and without his push, I know I would have never had the chance to meet or speak with Mr. Tsujino. And finally, thank you for watching. I hope you enjoyed and gained even a little bit of insight into Tengai Makyo and this man's work and dedication. Let's all keep the legacy of Tengai Makyo alive and hope for new adventures in Jipang, for both the old-timers as well as a new generation of role-playing game fans.This is Jimmy Hoppa. Take care.大丈夫でしょうかね。